駅から飛んできたサラです。今日はよろしくお願いします。今日はロコドルパーティーにお呼びいただきありがとうございます。私は宮崎でアイドル活動をしているんですが、花の妖精ミーヤというテレビの主人公を演じています。花の妖精ミーヤの主題歌は影山博信さんが作ってくださっています。そして今日は初めて歌を一人で歌います。その前に自己紹介をさせてください。小学5年生10歳のサラです。サーちゃんって呼んでください。今日はお願いします。サーちゃん。はい、ということで今日は1曲初めて歌を歌います。緊張しているんですが頑張るのでお願いします。では早速いきます。ロマンティック彼モードミュージックスタート。
うございます。次のあと3曲踊らせていただきます。次の曲は K-POP を3曲踊るので、皆さん最後まで盛り上がってください。ミュージックスタート。その前にちょっと着替えてくるのでちょっと待っててください。いらっしゃい。